三人の大天使と若いトビアスは、イタリアのルネサンス期の巨匠、フィリピーノ・リッピが1485年頃に制作した万丈の油彩画である、トリノのサバウダ美術館に所蔵されている。ロンドンにある、東方山博士の礼拝に似た岩の多い風景を背景に、絵画は三人の大天使を表している。左側が、ミカエル、中央がラファエル、そして、ユリを抱いた。 ガブリエルである。さらに、トビトの息子である、若いトビアスも一緒に描かれている。画面下部にいる犬を伴ったトビアスは、父の目の病を治す魚を手に持っている。場面は、フランチェスコ・ボティチーニの、トビアスの旅に明らかに触発されたものである。トビアスの旅は、かつて、フィレンツェのフィレンツェ教会にあったが、現在は、ウフィツィ美術館に所蔵されている。一方、 本作の天使は、ブランカッチ礼拝堂にあるフィリッピーの自身の手になる、天使に類似しているが、引き伸ばされた姿とねじれている繊細な描線は、フィリッピーののしであったサンドロ・ボッティチェッリを想起させる。風景の地平線は、未だ、レオナルド・ダ・ヴィンチが用いたスフマートによる、ぼかしの表現はなされていない。本作は、かつてボッティチェッリ、またはその工房によるものとみなされていた。 ありがとうございます。